はい、おはようございます。ついに、E 計画そのプロトタイプの開発にかかります。ここが銀座の某所ですね。ここに今回 E 計画のために、同じプロジェクターを3台購入して、さらに Xperia Touch というですね、 Xperia のアンドロイドが入ったプロジェクターも入れて、ちょっとこのホテル、この部屋の中でイマジネーションタンクと、まあ、呼んでいる、プロトタイプを作っています。この飲みながら喋ったことがその場で可視化されるというコンセプトですね。いろいろやっぱ位置の設定とかも難しい。これですね、Xperia Touch でなんかいろいろ設定してますけど、位置の設定が難しかったりとか、あとはその狭いところでたくさんいろんな Wi-Fi 機器使うんで、テザリングとかなんかいわゆる AirPlay とかの画面共有とかもなんかうまくいったらいかなかったりするんで、まあ、ここに課題が初回なんでいろいろ見えてきたかなと思っていろいろ調整中です。1時になってからは、まずとにかくディレクトリの、ね、サポートが入って、今までベタに全部使って、そうだったんでしたっけ？そうか、2.1 時でディレクトリがなかったんですか？そう、なるほど。ディレクトリを、まあ、サポートするのに決めたときに、とにかく、まあ、契約の条件なんかも、ね、変わってくるんだけど、IBM と揉めたのは、ディレクトリじゃなくて、登録簿だ。IBM を。日本語で、あった、俺、5550だったんですよ、小学校が。でそのプリンターは印刷装置で、キーボードは鍵盤で、あの時の IBM の超デカキーボード全部ついてましたね。と、まあ、こんな感じで、まあ、身内集めてプロトタイプというかベータテストというかアルファテストみたいなことをやって、もうこの日はもうプロジェクターの電池が切れたんで、もう決して、古川さんの昔話を聞いて超盛り上がってますけど、まあ信号の話とか非常に、興味深く聞きました。これも今後、どんどん改良していきたいと思っています。ではまた明日。